今日は冷凍庫の中で残った、パンの端っこだったり、そういうのを整理していくお料理です。硬くなったフランスパンなどを一口大に切って耐熱皿に並べます。あと冷蔵庫にやはり残っていた、チーズ、いろいろな種類のチーズを入れて焼くだけのグラチネです。硬くなったパンをふやかすために牛乳を振りかけておきます。ふやかすためなので、お水でも白ワインでも何でもいいと思います。今日は牛乳で作りました。残ったブルーチーズを、ややブルーチーズ今日は多めで、なので最後に、半分に蜂蜜を振りかけていただきました。あとこれはクリームチーズも残ってたので、クリームチーズ、あと少しだけ残っていたパルメザンチーズ、あと一口残っていたカマンベールも入れてあります。200度のオーブンで10分ぐらい焦げ目がつくまで焼いて完成です。チーズは1種類よりも様々なチーズが入った方が風味が豊かになり、味わいも複雑に仕上がります。はい、最後に黒胡椒をかけて半分だけ蜂蜜をかけました。簡単なお料理アップしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。